俺らは勝ったみたいで、スッポンポンなのこの人ぐらいだから。いやなんだよ可能性あんのはスッポンポンはなんだよ、ラブ隠しますいいねえ、あれ真ん前のあれ、はい、おお。まあまあでかいっすね。まあまあでかいね。さあ天気は悪し、今日はちょっと星空と思ってますね。明日やと思う。ああ。天気よかったら星綺麗ですよね。みんなと初めてだ。みんなと初めて。ね、僕一人でしょ。一人はあるけど。一人はあるけど。みんなとね。みんなと、みんなとは初めて。でも3日4日あるじゃないですか。うん、そのうちの1日ぐらいはみんなバラバラやったりするんですか。うん、あ、それはもうその時の雰囲気じゃない。それやってました。前はやってないね。あ、本当ですか。やりたいの。完全無人島、まあ、ソロ感を感じたいじゃないですか。1日ぐらい。4日間もあると、はい、ハブいないですか。ハブ、ハブはいないけど、あの子供を持ってない赤股っていう、赤股ね、あれはいるかもしれない。赤股はもう僕あの何回も噛まれてます。そこでしたよね。あれ、あ、そう、はぁ、うん、形が変わってる。あ、そんな 1年2年で形変わるんですか。半年で形変わる。だけどこの形で形が変わるんですよ。面白いな。ただいま、ただいま、ただいまです。お邪魔します。うわー、すげえな、この時間に無人島来るって。この辺が風弱いところ。はい、こっちの方が一応風当たらないと。それでもこれ結構ある。メトロのとこ行ったら、すげえ。え、予備あります？俺3つ持ってる。あ、本当ですか。うん、だから今日使うんだったら1本あげるよ。1500円になるけど高え。いや、あの明日買ってきてもらうんで返せるんで。じゃあ明日まで待てますか。いや、現物じゃなくて今1500円になりますけど。今日使うんだったらね。1日で、はい、1日で、はい、1日ぐらいいいじゃん。島出ててかかるとこじゃないし。ここ無人島ですよ。あげるよ。高えよ。だから初張りこの暗がりでやる。そう。俺この初張りをさ、はい、動画に撮ろうと思ってたけど無理だね。あ、そっか。バンドック。まあ。まあ撮るのは明日でいいんだよ。まあ別の時。あ、電池忘れてるわ。電池あります？ちょうだい。何本？あの単三、単四。単四かな。一番細いやつ。何本？三本。三本。じゃあ、助かる2本ですかね。金じゃないというね。ガス缶2本。ブツブツ交換。1日に無人島いるんだもんな。あ、すげえな。すげえよ。昨日は俺自分の山にいたよ。じゃあ、大晦日は。年越し自分の山？いや、越さなかったね。あ、越す前に帰った。越す前に帰った。今日の準備があったから。そっかそっか。年越し山いいっすね。年越し山。それいいな。バカっぽくていいじゃん。バカっすね。いやー、ちょっと西村君の山行ってみたいんだよな。やばい、来てくださいよ。見たことないからね。いやー、来てほしいな。いや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 、いや、説明じゃないんすか。説明じゃないんすか。説明書分からんもん。いや、説明じゃないっす。キャンプ歴何年だと思うんだ。初張りはやっぱ軽く見んと分かんないでしょ。いや、見ないでやるんだ。見ないで行くんですか。西間君も
初めての時みんなでやったでしょ、はい、いや、みんなでやったっていうか、説明書なくしただけです。ここがクロスするところじゃないですか。ここが重なってるってわけでしょ。そこでクロスさせて、はい、そういうことでしょ、だって確かにラインはこうだもんね、はい、いや、そういうことです。でしょ。じゃあこっちにも、こっちにもあるのよ。低い位置であった、うん、なるほど。だからてっぺんじゃないんだ、クロスが。はあ、はい。ここはとりあえず合ってる。そうじゃない、一個かますじゃないですか。かますでしょ、はい、これよ。そこも、うん、先にやっとくじゃないですか。じゃあ一回こうかます。これどうなってるの。これ逆です。正月に何やってんだこれ。暗がりで、また暗い中でやるのもね、また難易度上がりますからね。ヒロさん、はい、これむっちゃ簡単なんじゃない。なるほど、これもう全員ほら俺言ってる通りじゃないですか。ここだから X みたいな。いやだから俺 X じゃないな、数学の計算式の X みたいな、分からん、あのあゆのロゴマークみたいな。あ、違うな。違うな。マシマシわからん。マシマシわからん。あ、これ。で、ね、こっちがあるのよ。あれ？だから。これがこっちだ。これがこっちだ。アユのマークでしょ？アユはごめんなさい、A でした。数学のあの X みたいな。ちょっとやだから、てっぺんでクロスじゃないですよね。ね。寝てる時に、あ、できたできたできた。で、アユのマークってどれ？違いました。どれ？X アユのマークってどれ？アユじゃないです、シャネルシャネルみたいになってるでしょ。これ言った通りなの、はい、思った通り思った通り。本当？だからここ2点重なり、2点重なり。こういうのは大体 てっぺんで1個重なりだけど、これは2点重なりなの。そう、そのつもりだったんだよ ね。だから間違えてたんだ、はい、なるほどね。いや、いいじゃん。あ、いいじゃん。ちょうど一人用。いいじゃん。え、これフライ貼らないんですか？貼る、もちろん。これ貼った方がいいっすよね。うん。フライ貼れるんですか？ペグがね。あ、そっか。うん。ペグが、やっぱ、石で押さえたりしなきゃいけないから。はい、よし、とりあえず。とりあえずできました。なんとなくできたね。簡単でしたね。簡単でしたねって、どう思った、結構時間かかったと思うよ。いいね。いや、安くていいよこれ。まだ使ってないけど。いや、色がいいっすね。ね、暗くて分かんないけど。意外ででも、やっぱしっかりしてますね。あ、ちゃんと。もうやっぱ安くてもどんどんいいのが出てきてるから。出てますね、うん。ヒルバーグっていくらじゃん。10万10倍以上ですな。まあまあまあ、なんかこう、なんすかね、インナーが黄色で外が緑っていうカラーリングに。え、インナーが緑？インナー黄色です。で、外が緑。フライがこういう深緑。あ、そうなの？はい。インナー黄色なの？はい。あ、全然。僕車黄色だから黄色好きなんですよ。あー。キレンジャーみたいだもんね。いや、キレンジャーの例えが良くないですよ。カレー好きです。全部レンジャーに例えたらダサくなるじゃないですか。カレー好きでしょ。カレーも好きですけど。キレンジャーみたいな。カレー大体みんな好きでしょ。確かに。しかし、久しぶりだね、西間君。久しぶりですね。なんか、二人で、よう言ってたけどね。二人で前よう言ってたけどね。ね。久しぶりだわ。よいしょ。裏表はこれでいいかな。裏表。裏表だったよ、ね。まあこのタグが違うな。合ってます、合ってます。こっちにチャックあるから。こっち前でいいんですよね。ここじゃない。海を見ようと思って。ああ、なるほど。そうだ。もう西村君から教わるようになったな。ヒロさん、テントも立てれなくなった。